はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、カンコレ始めていきたいと思います。イカ寿司、今回のねサムネイルにしましたけども、司令官のためにもっともっと働いちゃうね。え、嬉しいの？嬉しいですね。はい、本日はですね、通常の任務を一つ、攻略していくのと、あと、人物紹介っていうことでね、やっていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。そうそう、もっと私に頼っていいのよ。今は、浴衣のね季節なんで、イカ寿司そして稲妻もね浴衣モードになっております。イデヤさん、こんばんは。あ、イデヤさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。この子たちもね、何か一つ特殊能力が追加されればもっと活躍させてあげられる、んだけど、なかなかね、それは仕方ないね。多分というか必ずね、大力駆逐隊、イカ寿司と稲妻には、解任が来る。そう信じて、います。はい。今日の任務ですけども、こちらの前線の航空偵察を実施せよというね、6-3 の攻略になります。普段なかなかね攻略というか出撃する機会がない海域なんですけど、この機会に出撃をしていければ、燃料じゃないな弾薬と防御サイトもらえるんで非常にお得な任務です。はい、運営さんからは、帰ってきた鎮守府三馬祭りが、次回のメンテでね、次回のメンテで、事前準備任務をして今月下旬に、サンマ祭りというスケジュールのようですね。アクティブソナーとかね、水中探針機の3式の方と、あとは、ソードフィッシュとかね、照明弾も、有効なんで。了解、軽巡の城出撃します。そこら辺の装備をね活用して大量を目指していきたい。そんな感じです。一応この海域に関しては、水蒸気母艦が1、軽巡2で自由枠が3隻となっています。今日は軽巡4艦が2隻と水蒸気母艦を2隻、軽巡1そして駆逐1の編成になっております。
装備の方は一応ご覧のような感じでいきます。まあ、道中の方は対戦、対戦ですね、通常の戦闘が2回、そしてボス戦となっていますね。あの潜水艦ね、最初のところエフィクトないからわからないんだよな、なんていうね罠があったりもしますけど、対戦値が足りないな。やっぱり100ないとちょっとな。これでどんどん乗せて、これで101だからいいね。雪風に関してはあと5足りないからな。よし、変更しよう。せっかくこの間、回収したねジャービスで行こうね。じゃあね、メディテラニアンフリート、フラッグシップ、ラッキージャービス。だるわ。もうね、何も装備しなくても対戦が100っていうのはね、頼もしいです。あとソナーはどうしようかな。まあ爆雷でもいいんだけどもな。よし、まあこれで妖精さん、アリス妖精さんですね。まあこちらつけていこう。はい。よし、OK。もうあがのね。だから私の足撫でるのやめてって。提督、失礼いたしました。あれ嘘、あ、航空甲板ですか。はい、機上は問題ないですが、よし、では準備が整いましたので、まあ、偵察ですね。行ってみましょう。一応今回の出撃は2回成功すればいいんで、A 勝利でね、いいんでね、ボスまでたどり着ければ。第二水雷戦隊機関のしろ、抜病します。勝機我にあり。最初は、再潜水艦船用意。未遂船突撃します。各艦隊、艦隊陣形確認よろしくどうぞ。残念ね、捕捉済みよ。撃て。ちゃんと後で感想たっぷり聞かせてね。艦隊アガヌガトを軽巡と侮らないで。用意、改装されたのし行くわ。舐めても踊りゃ困ります。オッケー、さあ行こうか。シュート。ルオーダー、ラッキー。 I'm glad to help, be able to help。ではどんどん行きましょう。二水線突
よろしくどうぞ。踊りゃロケ。敵を見つけた。うん、いいですね。 やはり潜水、あ、潜水じゃない、潜水ライン機がねできると、まあ、こちらの攻撃がね最大の防御になるということですね。そうね、意外と嬉しいものね。不思議ね。艦隊のアイドル中ちゃんだよ。今日はいただいておくわ。はい、中ちゃんだよっていうことでね。はい、二水線突撃します。各艦隊、艦隊陣形確認、よろしくどうぞ。ありゃ、敵艦発見ぞ。矢作、艦隊突撃するよ。どうかな、最初でほぼほぼ、まあ2球残ってるんでね、大丈夫かな、うん、よし、さすがジャービス。残念ね、捕捉済みよ。おい、撃て。行きましょう。攻撃隊発艦始め。たっぷり聞かせてね。単獣人だからちょっと怖いかな。艦隊陣形確認、よろしくどうぞ。この海域はね、敵艦隊に航空戦力がないっていうのがね、非常にありがたいですね。そうね、それでは水上偵察機による航空偵察で大成功ですね。釘が3つもらいましたけどね、戦闘で勝たないとこれ持って帰れないんで。アガノネもちゃんと大丈夫？さあ、久しぶりの、うん、駆逐呼気との戦いだな。行ってみましょう。みんな頑張ってきてね。二水線突撃します。各艦隊、艦隊陣形確認、よろしくどうぞ。踊りゃロケ。矢作、突撃する。テンテンテンテテ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 返しをします。舐めてもらっては困ります。アガヌガドを軽巡と侮らないで。カジキ、カジキ、おじさん、こんばんは。ちゃんとどうぞ。たっぷり聞かせてね。カジキ、カジキさん、こんばんはです。突撃します。ゆっくり見ていってください。艦隊陣形確認、よろしくどうぞ。いやー、のしろやはりね、強くなってますね。このヤハギが艦隊で一番なの？そうね、意外と嬉しいもんね。これで航空偵察作戦が、完遂し、同報酬をゲットしました。パチ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 、ゲットでね。昇格型航空母艦2番艦、妹の随格です。航空母ですって。ついついそうじゃないの、一生懸命やってるだけよ。艦載機がある限り負けないわ。
久しぶりにずいずいドロップしたな。この子もね、本当にたまに出てきてくれるんだけど、一生懸命頑張ってますよね。うん、嬉しい。提督、艦隊が帰島しました。大切な物資、感謝です。うん、思ったほど被害は少なかったですね。隠としたことが。坂井さん、こんばんは。結構並走はデリケート。坂井田さん、こんばんはです。早いもんでもう10月の中旬になろうとしていますね。はあ、しんど。今日もゆっくり見ていってください。さて、疲労がちょっとねあるんで、ここで回収をしてこうかな。回収するのは、坂井さん、大和型レシピ2回回したら丸湯にからだ。え、丸湯出ちゃったんですか。あ、でもうん、おめでとうございます。まあ、確率がね、だいたい 3% から 5% くらいなんで、まあ、今この、まあ、備蓄してるね状態であるなら回してみるのもありかなと思いますけど、自分最近全く出てなくて回してないんですよね。悩ましいな。買いたい回収をしてみたいですね。武蔵、武蔵ですね。いつか、いつだったかな、まあ、だいぶ前にね、武蔵のドロップ率が上がった時が一瞬だけあったんですけども、それ以外は、まあ、特にね、ピックアップとか、あるわけでもないんで、坂井さん、あと武蔵と伊勢型戦艦で日本戦艦揃うのです。あと、伊勢型戦艦、そして武蔵で全て、ということは全てで10隻ですよね。もうこれはもう天に運を任せて回すしかないというところなんですけど、すいません、特にアドバイスってのはできない。ヤマトと武蔵はね、どちらかは建造で出るんですけど、選べないですからね、悲しい。坂井さん、はあ、きついきつい。はあ、これはやっているものでしかわからない苦しみですね。でもいつか必ず艦隊には来てくれます。諦めずに遠征回しましょう。坂井さん、不走片付きの坂井ですので不幸が移った。いやー、そんなことはないと思いますよ。不走型はね、決して運がなかったとかね、そういうことではなくて、ただ、出番の問題だったと思うんで。
そうですよね。まあヤマトはねドロップしたりする機会があったんですけど、武蔵は今のところドロップっていうのはねないですからね。イデヤさん、懐かしいですね。武蔵の建造率アップ。坂井さん、使われなかった時期ですもんね。そうですね。その時期がね、時期だったということもあって、まあ、近代化改修も、まあ、きちんとされていますし、あの航空戦艦っていうことでね、まあ、伊勢型と、まあ、もともとはね、伊勢型も武装を山城、伊勢日向っていうことでね、まあ、金剛型と一緒で4姉妹になるはずだったというね、未来もあったわけですから、うん、坂井さん、私の推し派全員不幸、これは何かの運命か？大丈夫です。カンコレはね、あの平等にあの活躍できる、うん、まあ艦隊としてね運用するわけですから、まず一隻だけではね、元の海域に出撃しても、まあ、勝利することはできないというね、非常に、まあ、そういったところが私はこのゲームがね。すごい好きなところですね。うん、回収しようと思ったら彗星が1機しかなくて、はやぶさを回収しようと思ったんですけどできないですね。うん、他のにしましょうね。他のに何にしようかな。坂井さん、最近不走型を演習相手で見てません？あ、そうですか。私たまにではないんですけど、まあ不走山城、あのレベルが乾燥してる方がねいらっしゃって、1番か2番かに置かれ、ドンと置かれてる人がいましたよ。とても強かったです。うん、ちょっとまさか演習で負けたなんてね、言えないんですけどね。なぜなのでしょうか。あ、まあ、そこの、まあ、サーバーというかね、まあ、チェンジフによって使ってる使ってないとかね、まあ、いろいろあると思うんで、たまたまだと思いますよ。うん、使ってる方は結構多いですよ。うん、よし、ここは先日撮ったね、水中探針機海3式のね、そちらの回収をしよう。山風海出ておいで。第5戦隊所属24区罰病、行くよ。で、回収資材に対収、水中探針機をもう一個使うと。うん、提督、お疲れ様です。さあ、どの装備を回収しますか。まあ、潜水艦対潜水艦戦のためのこちらですね、回収ね、していきます。坂井さん、相手で使ってるの見たものがビスマルクたち海外勢でした。いい感じですね。回収成功です。はい、ビスマルク少し修理してるのがいいみたいですね。その方は海外艦が嫁艦なのかな。うん、まあ、あまりね、お名前見せるのはちょっとあれなんだ、あれなんでしょうけど、まあ、今回の、
私の演習相手はまあいろいろ運が良くて、まあ、全部勝てましたけどね。一人だけね、あのヒューガさんいましたね。まあ、いろんな、自分の推し感娘がね、いると思うんで、いつか出会えることを、お祈りします、はい。秋になりましたね。ちょっと、提督、作戦、成功しました。さすがです。了解。軽巡の城、出撃します。あがのね、食欲の秋満喫しすぎると制服着れなくなっちゃうから。酒井さん、第一発想も金レアだったのに。そうしたら浴衣着るからいいってダメだから。いや、不装も山城も、レア感ですからまで。ハホロというで安い軽い感になってしまって、そうですね。でもね、必ず、みんなね、活躍するところがありますから、まあ、そこに当てていければいいのかなというふうに思います。では、2回目の出撃していきましょう。了解。軽巡の城、出撃します。アガノネもちゃんと大丈夫？二水線、突撃します。各艦隊、艦隊陣形確認。よろしくどうぞ。残念ね。捕捉済みよ。撃てよ。この攻撃は敵を見つけた。あ、資金なんです。酒井さん、また F 回想来ませんかね。行くわ。公表敵対。そうですよね。まあ、イフ回想も確かに嬉しいですけど、やっぱり、まあ、航空戦艦ということですから、まあ、随分のね、まあ、補正がね、もうちょっと上がってくれてもいいのかな。まあ、一番情報修正しやすい部分だと思うんで。でも嬉しいですね。あとは、まあ、オートジャイロとかね、まあ、そこら辺の対戦装備のね、まあ、補正とかが入ってくるとよりね、役割が明確化されていいのかなというふうに思いますね。よろしくどうぞ。あとは手法とかもね、
まあ、専用とまでは言わないですけど、まあ、姿勢41センチ砲とかね、あそこら辺が、まあ、フィット砲として機能してくれれば、まあ、通常火力もね期待できるんで、まあ、そこら辺の回収とかも、まあ、ちょっとしてあったりすると、まあ、戦闘はだいぶ楽になると思います。はい、メイヤーなのですか。さあ、通常の戦闘はこれで最後ですね。突撃します。各艦隊、艦隊陣形確認よろしくどうぞ。ありゃ、敵艦発見じゃ。矢作艦隊、突撃しました。急がんと。アガノ型を軽巡と侮らないで。改装されたのしろ、舐めてもらっては困ります。踊りゃー。オッケー、今回は厳しいかな。この攻撃は逃しはしません。二水戦雷撃1します。うん。艦隊陣形確認。よろしくどうぞ。ちょっと倒しきれなかったですね。メイヤーなのですか。さあ、今回の航空偵察は何かな。よし、弾薬100ゲット。作戦艦水セリ。アガノネもちゃんと大丈夫。それではみんな頑張ってきてね。よろしくどうぞ。ありゃ、敵艦発見じゃ。敵を艦隊、合戦用意じゃ。急がんと。改装されたのしろ、用意。舐めてもらっては困ります。行くわ。あー、ユッキーが中波発艦始め。突撃する。とこふー、用件いただきじゃ。逃しはしません。攻撃開始。あー、そして のちゃんがやられてしまう。けど同盟、この攻撃は沈むわけには。今に見とれよ。こないなことでは負け。慣れてもらっても困る。全部やっつけてやるけ。アガヌ型を軽巡と侮らないで。踊りゃどけ。艦隊とみんなをどうお守りします。この攻撃は、不織布もねだいぶ装甲とか高いんでしょうけど、やっぱりアガノとノシロが強いんですね。装甲抜いてますもんね。カイアガノ型の野戦、このノシロがお見せします。改装されたノシロ、強い。舐めてもらっては困ります。このグアノ干渉のね戦闘も、まあ、A 勝利ということで任務達成なんですけど、本当ね A 勝利取るのが大変だったんですけどもね、だいぶ楽になりましたね。まあ、アガノ型としては当然の。でも、では、報酬もゲットして帰りましょう。英国で生まれた帰国子女の金剛です。よろしくお願いします。そして、金剛ですですね。みんな大好き金剛さんですね。ケイトク、艦隊が
祈祷しました。さあ、艦隊の提督みんながおめでとうございます、うん、任務をね達成してきました。これで、弾薬防器サイト開発資材に、回収資材ということでゲットとなります。うん、うん、これで少し任務は減ったのかな、はてな。まあ今月はあの戦果とかはね特に狙ってないので、まあ、戦果がかからない、まあ、クオタリ任務をやっています、うん、まあ今日はねその関係で、航空偵察の任務をしておりました。食欲の秋満喫しすぎると制服着れなくなっちゃうから。え、そうしたら浴衣着るからいいって？ダメだから。そうですね、能代の帰還の場合はね大抵阿賀野のことになるんで、うん、想像がはかどるといったところでしょうか。それでは、戦闘の方はこれで、終了ということになります。それではここからはね今日の人物紹介のコーナーをやっていこうと思うので、少々、準備しますのでお待ちください。
すいません。いろいろ話していたんですけど、マイクに音声を入れるのを忘れていましたね。大変申し訳ないです。どこまで話したかちょっと覚えてないんですけども、今日はね、こちらの堀内豊明さんの紹介をさせていただきました。はい。うん、ダメだな。番組が壊れるな。ということでね、今日は、ここまでということになります。ちょっとね、途中、音声が途切れたりして大変申し訳ありませんでした。本日は、多聞丸の、カンコレ、多聞丸です、本日も最後までねご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、16日の、土曜日、またねこの時間20時から配信をしていこうと思います。次は、特にまだ決めていませんけども、何かしら紹介できるものを皆さんの前で、紹介していこうかなと思いますので、次回もまたよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。じゃあね。多聞丸のカンコレさん、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。